素朴な質問に答えるシリーズでありますでは二問に答えたいと思うんですけど国会議員ってなんであんなに人数がいるの税金がもったいなくない憲法改正しちゃったら若い人たちが戦争に出ないといけなくなるんじゃないの国際政治学者の藤井元気ですこのチャンネルでは私が有料でやっておりますワールドフォーキャスト を一部無料でお届けしております最新号も無料でアップしていますのでぜひチャンネル登録をお願いいたしますこんにちは藤井元気です、えー、素朴な質問に答えるシリーズであります、えー、これですね、えー、今日は二問に答えたいと思うんですけど、けれども、えー、国会議員ってなんであんなに人数がいるの税金がもったいなくないということですけれども、えー、国会議員の数はですね まあ、多いっちゃ、多いですね。まあ、あの、国によってそれぞれ違うんですけれども、うん、国会議員、えっ、ー、と、今、衆議院だと470人ぐらいですかね、参議院が250人ぐらいですね。えー、それで、えー、人数がいるのってこれはね、あの、やっぱり各地域代表がいるんで、そのぐらい多くなっちゃうんですよね。えー、ですから、お金がもったいなくないのっていうこと、だから人数が少なくすると逆に言うとどうなるかっていうと、 えー、国会議員が少ないってことは、あの、地元からするとですね、俺の町から、えー、国会議員が出てないよと。うん、だ県で一人とかね、えー。あるいはもう人数少ないと二つの県で一人代表が出ますみたいな、えー、ことになっちゃってあ、地元の声が届かねえじゃねえかって、まあこういう,う文句も出てくるということで、えー、ですから、えー、そこのところが、 まあ、良し悪しですよね、うん。で、まあ、日本はそれほど比較しても、まあ、1億2500万人もいますんで、えー、衆議院も参議院もそんなに多くはないか,かなと思います、えー。それはそれとしてですね、えー、この、税金がもったいなくないのっていうとですね、これ大体国会議員、参議院も衆議院もですね、 一人国家として抱えると、抱えてますから、特別な国家公務員ですから、あの、3億円経費がかかると言われてるんですね、一人当たり。ということは、実際にもらってる給料はもっと少ないですけれども、え、秘書3人までは公費で負担してもらいます。えー、それから、あ国会に行きますとですね、え、第一衆議院会館、第二衆議院会館、参議院会館がありまして、立派な建物です。 昔それほど立派じゃなかったけど、立派な建物が建って、そこに広いオフィスがあります。あれも、もちろん全部お金かかってるわけですよね。えー、それから、郵便、電話、そういったものも全部、えー、これは経費がかかる。だから、えー、大事なのは、あの、国会を運営したりするんですね。それから、警備とか、これも全部、えー、国家がお金出しているわけですよね。えー、そうすると、一人当たり3億円ぐらいかかる。っていうことです。 じゃあそれをね、あの、ケチるのかっていうとね、僕はね、そうでもないと思う。ちゃんと役割を果たしてくれればえ、そのぐらいのお金は使っていいと思うんです。むしろね、もっと使った方がいいんじゃないかと思うところもあるんですね。で、あの、アメリカの国会行きますとね、日本とはね、国会議員ね、3人までしかね、国が給料出してくれないんですよ。3人までしか。ただね、その3人っていうのはほとんどね、みんなね、選挙のことしかやってないんですよ。 そのうちで3人のうち1人は政策秘書っていう人がいて、政策のこともある程度知ってる試験とか通った実績のある人しかなれないって言ってるんだけど、皆さんね、政治家の仕事って何ですかって言ったらね、まあ、人によって違いますよ。だけど、8割は選挙です。選挙なんです。この選挙に通れば、その3億円の経費が使えるですね、まあ200万円ぐらいの月給が使える特権階級になれるんです。今の日本で、 皇族の方を除いては特権階級はありません。国会議員だけです。それで、ね、空港行くとわかるんですよね。海外旅行行くとき、我々は出入国管理のところ、ラインに並んでるんでしょ。国会議員だけは、こちらからどうぞ先生ってすぐといくんですよ。<laughs> 外交官なんかと一緒ですね。特権階級なんですよ、日本で唯一の。そういう立場に立とうと思ったらね、辛いね、仕事はあるんです。その辛い仕事は何か。政策を作ることではありません。それは選挙という、この試練を乗り切るってことなんです。 だから大部分の政治家って選挙業者なんです。選挙業者。だから3人一がいたら、それ全部選挙のことやってるし、それでも足んなくて自腹で、ね、あと5人、10人、多い人に言っは30人ぐらい、秘書を雇って全部選挙の仕事をしてるんです、ほとんど。政策の勉強はしてません。ほとんど。政治家イコール選挙業者と思ってくれればいいんですよ。うん。ですから政策のことなんてそんな知らないんです。政策のこと。 自民党の議員だったら、役人の言う通り、官僚の言う通りやってます。っていうことになっちゃう。ところが、アメリカの議会そうじゃないんで、ペイペイの一番若い、あの、会院議員、会院議員って2年に一遍必ず改選されるんですけど、20人、30人スタッフいます。政策のことをみんなやってるんです。政策の勉強をするためにやってるわけです。調査させるわけです。議会自身が。そあそのぐらい人数いても足んないですよね。 あの、なんとか委員会で、外交委員会の委員長とかそういうふうになりますと、スタッフ100人なんて言いますよ。それはもう、議員が小さなシンクタンク持ってるってことなんですね。まあ100人って小さくもないか。ある程度の規模のシンクタンク持ってあ、それがあるから官僚とも戦えるし、政策能力もついてくるということですよね。ですから、そのためには僕はもっとお金かけてもいいぐらいだと思います。だけど、今の日本のシステムで、じゃあ5人、 一生持っていいよとか、十人給料を国が出しますよっしたら、もちろんみんな選挙のことばっかりやりますから、あまり意味がないということなんですよね。はい、ですから、まあ、あの、国会議員、えー、人数がいること自体は問題ないんですけども、税金がもったいないっていうのはみんな選挙業者になっちゃってるということが問題、ということです。はい。政策の勉強はしてない。えー、その次の質問、憲法改正しちゃったら若い人たちが戦争に出ないといけなくなるんじゃないの 憲法改正の意味にもよりますけど、今憲法9条の改正をすると、あの、戦争が避けられると思います。逆に戦争を避けるために憲法9条を改正しなきゃいけない。えー、まあ簡単な話で、まあ、世界は、まあ、その、ジャングルの法則といいますか、弱肉強食の世界なんですね。特に日本のそばには中華人民共和国、中国共産党の独裁体制、全体主義体制っていう怖い怖,い,怖いですよ、国があるんですよ。 で、これはかって独立してたチベットやウイグルを侵略して、そして今は台湾を侵略しようとしているという、こういう怖い国があります。ですから、憲法9条を守って、軍備は持ちません、何もしませんって言ったらすぐ入ってきますえ。実際日本のですね、尖閣列島あたりは危なくなってるわけですね。えー、そして日本はあ、一応憲法9条はあるけれども、自衛隊を持ち、アメリカとですね、日米安保条約を結んでいるんで、今チャイナがすぐ入ってこない。 日米安保条約がなくなって、そして自衛隊もなくなったらどうなりますか明日、こんにちはと言って、チャイナの軍隊が沖縄に来ます。まあ、こんにちはも言わないでしょうけどね。銃も入ってきて、おしまい、独立なくなる。言論の銃も平和もなくなります。そういう状況になっちゃう。今、香港で起きてるようなことが起きます。だから、これ、街歩いててですね、えー、まあ、チャイナっていうのはですね、これは、まあ、なんていうか、えー、不良っていうか、えー、その暴力団みたいな連中ですから、 この連中が金を譲り取ろうと思ったらどういう人を脅しますやっぱり弱くて気の弱そうな人でとっても戦う能力ないようなやつをこの野郎と言って因縁つけて金巻き上げるとぶん殴っちゃう。そういうことでしょプロレスラーみたいなのが出てきたらヤクザ因縁つけますか暴力だ。つけませんよね。やっぱ強そうな人。怖いから。やっぱ強くって。そして自分の国は自分で守るという。そういう意志をはっきりしてて、その能力もある。 そういう国は、そういう暴力団は相手にしません。攻めてきません。それが世界の常識です。ですから憲法9条改正して、ちゃんとした日本は国を守る軍隊を持って、そして、いざ不正な勢力が日本侵略すると思ったら戦いますよという意思を見せてれば、日本は安全で、若い人たちが戦場に行くこともなくなります、ねで。しかしこれは国は自分たちを守るというやっぱり意思が必要ですよね。で、あのー、今世界ではですね、 えー、徴兵制っていうのはですね、これは中華人民共和国も含めてやってないんですよね。えー、あの、本来国は自分たちで、えー、が守るべきもんだと思います。そして、えー、しかしですね、えー、そこにおいて現在では、やっぱり軍隊ってのもハイテク化してますんで、普通の人はですね、すぐ下手になれないんです。ですから、どの国でもプロフェッショナルアーミーと言いますか。 うん、あの自分で志願した人たちを集めてちゃんと教育してこれに自分たちの国を守るという仕事を任せするというのが普通の生き方であってですね、えー、こ,のこのことについてはだから、えー、すぐ徴兵制っていうのは今もう時代遅れのシステムになってるしかし気持ちにおいてねおいて自分の国は自分で守るんだという意識は大事だと思いますそれを失ってしまったらば、えー、国はたちまち侵略されてしまいます それがもう、あの、世界の常識ですね。で、これはね、あの、国を守る。これね、兵隊にさせられるんじゃないんですよ。自分で自分の国を守るっていうのは、独立国の国民に与えられた特権です。植民地の人間っていうのは、自分で武装することもできない。独立のために戦うこともできないんです。これは最悪の奴隷状態に置かれてるわけです。 自分で自分の自由を守る。いざというときは自分の自由、独立を守るために武器を手に取る。これは自由で独立した国民だけに与えられた特権なんですね。その特権を行使しなくては、やはり我々は自分の国を守れない。自分の自由を守れない。自分の平和を守れない。これが基本です。民主国家においては国民自身がその国を守る以外主人公はいません。ですからそれが基本的な私は考え方だと。 思います。それは世界中どこでも普遍的な、どの国にも当てはまる考え方です。ですから、まあ結論から言えば質問に答えすれば、今言われている憲法9条、改正することによって、若い人たちが戦争の被害に出会わないようにできる。で、ね、これが本当のところです。藤井元気でした。 ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。コメントも大変励みになりますのでよろしくお願いします。それからもっと、もっと情報が欲しい人、もっと見たいっていう人は、有料の方のワールドフォーキャストをご覧ください。詳しくは概要欄に記載してございます。